です。こんばんは。私はコンボ開発というものが全くできないタイプの人間で、過去せいぜい地上攻撃で浮かせてエリアルくらいしか覚え浮かばない。先人の考えたレシピを感謝しながら使わせてもらってます。世のコンボマンたちはどのような思考や方法でコンボパーツを開発しているのでしょうか。パーツ単位ですかね。これはね、難しいね。どうやってコンボを開発しているのかって話。基本的にはね、パズルなんだけど、例えばさ、今俺パッドでやってるからちょっとあんまりちゃんと操作できないんだけど、基本的なコンボってさ、まず、拾えるやつだよね。こういう技があってさ、何がこの後繋がるのってのを調べるわけ。で、あ、足払い繋がんねえなってなるじゃん。だけど、B 攻撃ぐらいだったら間に合うなってなるじゃん。なった時に、画面をこうやって見て、あ、これ、浮いてる相手に当ててるから、高い相手に当てたら、2C でも拾えるんじゃね?みたいなフレームの考え方になるんですよね、割と。あ、じゃあボタン配置がめちゃくちゃだからわかんねえ。ちょっと。これ 2C って入るよね。入んねえか、これ。いやー無理か。さすがに無理か、これ。違う、パッドでやっててボタン配置がめちゃくちゃできつい。これ入りそうじゃね。だからそれじゃなくて、無理か。まあまあそんな感じで、当て方によって結構こう、なんつうの、タイミングが拾いやすくなるみたいなのがあるんですけど、そんな感じでいわゆる持続当てとか、当てる高さとか位置によって拾いやすさが変わる技ってのがあるのよ。絶対変わんない技もあるけど、変わる技もあるっていうのが結構ヒントになることが多いね。あとは、その、シンプルに、このコンボゲーだと、受け身不能時間っていうのは結構差があるのね。浮いてる相手に当てた時に、どれぐらい受け身が取れないのっていうのが結構違う。で、浮く高さもちょっとずつ違うのね。これで見ると、あ、3C 結構長いなと。で、ハイドに関して言うと、これが長いのよ、すごい。わかる?この違い。まあ、細かいんだけど、こんな感じで、受け身不能時間っていうのが技ごとに違う。で、技によっては、妙に長いやつがある。で、ハイドは、タメジャン C がダメージが高いし、この後いっぱいコンボいけそうだなってなってるんだけど、コンボに、タメジャン C に行くためのルートって何なんだろうみたいな、ゴールから探すことが多いのね。ちょっと待って、ごめん。さすがにレバーでやるわ。操作できんね。ボタン配置がデフォルトというか、めちゃくちゃな状態のパッドであるのさすがに限界がある。あ、せんずさんこんばんは。不要倍さん、不要倍さん。あ、いらっしゃい。YouTube で見ている。ありがとうございます。普段はね、Twitch で配信してって、アーカイブを YouTube に上げている感じなので、リアルタイムに来てくれた感じで、ありがとうございます。で、何の話だっけ?あ、そうそうそう。ゴール地点、ハイドで今考えているゴール地点としては、これに行きたい。これに行きてんだ。で、これに、タメジャン C に行ければ、浮いてる相手にタメジャン C で行ければ、こうできる。で、っていう、まあ、その、なんだ、行きたいゴール地点がある。要するに浮いてる相手にタメジャン C を当てるってゴール地点がある。
で小足から行きたいってなった時にこれやると当たらんのよ。あ、でも小足からって無理か、小足からって無理か、あ、いけた、まあ、みたいな感じで小足からだったらあの何からいけるかなみたいな感じで探すのよ。タメジャン C とか、あ、タメジャン C にタチ C とかからとか、タメタチ C からいけないんだけど、なぜかこの 6B の2段目の受け身符号が長いっていうのが事前に分かったから、こうすればいけんじゃねえみたいな、なんとかしてこの2段目を当てよう、で2段目さえ当たればその後タメジャン C がつながるはずだ。じゃあ2段目だけ当てるにはどうすればいいんだろう。2段目を透かしたいな。じゃあ距離かってやるけど、距離だとどうしても1段目が当たっちゃうっぽい。2段目当たる。なんで、浮いてる相手にやればいいんじゃないかってなる。で、そうすると高く浮かせたい。高く浮かせないと初段がこうやって当たっちゃう。一番高く浮く通常技は何？これ。こうなるんですよ。だから。っていう感じの、ゴール地点から遡っていく感じっていうのが基本ですね。コンボ開発するときって。で、これは例えばその俺がゲーム作るときも同じで、まずゴール地点がある。ゴール地点があって、あのね、これ真面目な話なんだけど、なんでこれの2段目の受け身の方が長いかっつうと、今のコンボを作りたかったからなんですよ。これを作りたいからこうなってんの、これ。それを言ったらおしまいだろって感じなんだけど、これがをやりたいからこうなってんの、これってみたいな感じで、アンダーナイトのキャラのこう、あの作りって、あのこういうつなぎだったらかっこいいなっていうコンボレシピをまず考えてあって、それを作るためにあのパーツ、パズル的なパーツをいろんなところに散りばめてるみたいな作りになってるんですよ。なんだろうな、要するにコンボ研究をして調べると、まあまあおしゃれなコンボがいろいろ思いつくよなみたいなのがやりやすいゲームにしたいな、まあ、俺がコンボムービー動画とか作るの好きだったから、その対戦とかはまあとりあえず置いといて、せめてコンボの見た目ぐらいはさ、なんかおしゃれなやつになった方がええやんみたいな、そういう考えからこうなってる。なんかさ、コンボのつなぎとかもさ、意外とおしゃれなルートとか多いじゃん。これ無印のコンボなんだけど、まあ、これも考え方によっては結構おしゃれだと思うんだよな。まあみたいな、まあ、ループコンボってすごい好きなんで、まあみたいな感じで作ってたりするんだけど、まあ同じようにそのゴール地点とか当てたいコンボ技をから逆算していくことでひらめくことが多い。結構さ、その絶対これはコンボに入んねえだろうみたいなさ、すごい発生が遅い技とかさあるじゃん。なんか通常技キャンセルでやっても繋がんないんだよなみたいな、けど当たると結構痛いっぽいなみたいな技って結構あったりするじゃん。っていうのをきっかけになんとか当てれねえかなっていう風に考えていくとあったりするみたいな、まあ大体そういう感じでみんな考えてるんじゃないかな。そのコンボゲーってコンボは無限に存在するから、何かその課題を先に設けるんですよね。例えば弱気を攻撃指導にしようとか、この技指導にしようってまず、ルールを設ける、もしくはフィニッシュはこれにしたいみたいなルールを設けて、そっから、なんだ、選択肢を狭めた上で探していく感じですね。何の制限もない状態で探していくと、その考えられるコンボルートっていうのが無限大にありすぎて、さすがに調べるのが大変だけど、ある程度ルールを絞っていくと、例えばゲージは使わないとかね、ある程度ルールを絞れば、あの理論上出せるパーツっていうのに限度が出てくるじゃん、からある程度なんとかなる。
で、おしゃれなコンボっていうのは基本的に持続当て、裏当て、二段目当てみたいな、そういうのがキーワードになりがちなんで、まあそういう、なんだ、脳ができそうなパーツっていうのをメモっておいて、パーツっていうか技をメモっておいて、それをいろいろ調べてみるって感じになるんじゃないですかね。はい。まあ俺もそんなにコンボ開発はうまい方じゃないですけど、こんな感じで考えてる人が多いんじゃないかなと思います。ご質問いただきありがとうございます。